ハンティリ一世は、ヒッタイトの大王。戦王ムルシリ一世を殺して、王位を散脱したが、同様に、追断大世に殺害され、王位を奪われた。ハンティリ一世当時のヒッタイト王国のハント。大々色は、ヒッタイト神王国期、緑色は、エジプトのハント。ハンティリは、大王ムルシリ一世の妹ハラプシリの夫であった。ムルシリは、 祖父ハットシリ一世により、大いに据えられたものの、筆体と貴族には、この継承に同意していないものが多かったと思われる。ムルシリがチョークバビロンに遠征している間貴族の一部は無本を計画した。この陰謀にムルシリの義兄弟にあたるハンティリと、ハンティリの娘婿にあたるウツイダンタも加わった。 おそらく紀元前1530年頃、ムルシリが遠征から帰還した際に、ホンは実行され、ついだんたとハンティリは、宮殿に赴き、悪事を働いてムルシリを殺害したと伝えられている。こうして、ハンティリが新たな王になった。ハンティリのホンの原因はおそらく個人的縁困か、王家の権力欲であったと思われる。なぜなら、ハンティリは、 ハットシリの政策をそのまま継承しているからである。ハンティリはカルケミッシュ二軍を進めてフルリ人と戦った。フルリ人はハットシリが退却した後、筆体塗料を荒らしていたためであるが、この遠征の製品は不明である。ハンティリはその在位中に妻と複数の息子を失っているが、その死因は不明である。その後もハンティリは大いにあったが、 息子のピシェニを後継者に指名しようとしたためツイダンタに殺害され、王位を散奪された。ありがとうございます。